はい、皆さん、こんにちは。島田岳史でございます。今回何が言うと、今回は99から280、281の中でも280番、これやっていこうということです。じゃあなぜこの280番取り上げたのかというと、最近の国家試験では分子標的薬に関する問題が多いよね。モノクロナル抗体に関する問題多いよね。ということで、モノクロナル抗体どんなものがあるのかってことを把握しておいてほしいということで、今回取り上げました。じゃあどんな問題なのかというと、問題の背景としては65歳女性、関節入り町で内服薬を服用していたけど、十分な治療効果が認めら られななななかっっったたためモノクローナル抗体制度へ投与すすすることににんんですよーってねままあ、そんな内容になりますじゃあ、この患者さんに使うことできるモノクローナル抗体どれなんですかってことを聞いているのが280番ということになりますんで、この280番では関節リウマチに使うことできるモノクローナル抗体を選ばなきゃいけないと、こうなってます。まあ、答えとしてはね、1、3ということなんですが、じゃあなんでこの1、3を関節リウマチに使うのか、そしてどんな作用を持ってるのか、 で、あと、他の選択肢って、どういう分子標的薬なのか。 モノクロナル抗体なのか、これを知っておいてほしいということで、今回解説ね、持ってきましたんで、皆さん、ま、答え13なんですが、13選べた、じゃあいいや、じゃなくて、他の選択肢っていうのもね、今後の国家試験で出てくる可能性あります。狙われる可能性ありますんで、他のですね、答えとならなかった選択肢、2、4、5についてもしっかり見ていこうというのが今回内容になりますから、皆さん、今回内容をしっかり押さえてもらって、モノクロナル抗体どんなものあるのかってこと、これを把握するようにしてください。それでは、詳細見ていきましょう。 はい。じゃあですね、今回選択肢で上がっている5つのですね、モノクロナル抗体、ここに並べました。じゃあ、それぞれ、どこに働いていくのか、そしてどういう適応書を持っているのか、これをしっかり把握するようにしてください。じゃあ、まず1つ目なんですが、アダリムマブですね。このアダリムマブってどこに働いていくかというと、アダリウムマブがここに働きます。 tnfα にくっついていくよということになります。で、分子標的薬で大事なのは、どこを標的としてるか。これすごい大事なんで、皆さん、アダリウマブと言われたら、どこにくっつくかというと、tnfα にくっついていくということ。これをしっかり把握しておいてください。じゃあこれ tnfα にくっついて何していくかというと、それによって免疫抑制するんですよと、こうなります。じゃあ免疫抑制するんでどうかというと、それによって関節リウマチとかクローン病とか、海洋性大腸炎に効果を示すということで、関節リウマチ、クローン病、 海洋性大腸炎なんかに用いることができるよとされております。で、まあ、などってなってるんで、まあ、他にもいろいろね、使うことができるというふうになってるんですね。じゃあ、他、どんなものに使うことができるかというと、他使うことができるものとしては、汗腺なんかにも使うことができると言われてますね。汗腺なんかにも使うことができるよと。言われてます。じゃこの汗腺って何って話なんですが、この汗腺っていうのはですね、皮膚がちょっと盛り上がって赤くなって、 で、その皮膚の表面がカサカサになってポロポロポロっと落ちるですね、疾患。これを感染と言います。ということで、この感染なんかにも用いることができる。これがアダリムマブということになってますんで、皆さん、プラスね、感染なんかにも用いることができるんだなってことを知っといてください。 ま、商品名言うとね、ヒュムラと言われるお薬になってて、ま、いろんなものに使うことできるんだとなってますから、皆さんね、このアダリンマブっていろんなものに使われてるんだなってこと、これを把握しておきましょう。そして、どこに働くかというと、TNFα にくっついていくということ、これを知っておいてください。ということで、これが、まず選択肢一つ目のね、アダリンマブに関する内容となっております。はい、では二つ目見ていきますね。二つ目は、ウステキヌマブです。じゃあ、このウステキヌマブどこくっつくのっていうとですね、このウステキヌマブというのは、 インターロイキン12-23の P40 と言われるところにくっつきます。で、それによってインターロイキン12とかインターロイキン23の作用を抑えていくよう。 っていう感じになっているんですね。で、何に使うことができるかというと、汗腺なんかに使うことができるというふうになってますんで、皆さん、この薄適ヌマブ、どこにくっつくかというと、インターロイキン12とかインターロイキン23を構成しているタンパク質、P40 と言われるとこ、そこにくっついていくんだってことを知っておいてください。それによってインターロイキン12とかインターロイキン23の作用が収まって、で、免疫なんかを抑制することができる。 で、何に使うことができるかというと、汗腺なんかに使うことができるんだよとなってますんで、そのこと知っておいてください。これが薄的ヌマブに関する内容です。まあ、商品名で言うとね、ステラーラと言われる薬になります。ステラーラと言われる薬なんですけども、こんなものがあるんだということを知っておいてください。これが薄的ヌマブに関する内容となっております。はい、じゃあ次行きましょう。次はトシリズマブです。 じゃ、このトシリズマブはどうかというと、このトシリズマブはですね、ここに働きます。インターロイキン6、受容体です。インターロイキン6、じゃなくてインターロイキン6、受容体に働いていくってことになります。で、こインターロイキン6、受容体に働いて、それによって免疫段階を抑制して、で、関節リウマチに使うことできるよ、というふうになってますんで、このこと知っておくといいかなと思います。これがトシリズマブですね。 に関する内容です。で、このトシリズマブは、インターロイキン6が関与してたっていう感じで押さえておくと、間、まあ、違う可能性ありますね。インターロイキン6の受容体に働いていきますんで、インターロイキン6にくっついてと言われたら罰です。インターロイキン6の受容体にくっつくとなりますんで、そこはしっかり押さえておいてください。まあ、ちなみにですね、商品名は何かというと、アクテムラと言われることになりますね。アクテムラ。 になります。で、このアクテムラっていうのはですね、関節入蜂なんかに使われてるんだってことを知っておくといいかなと思います。これがトシリズマブに関する内容となります。はい。じゃあ次は4つ目いきましょう。4つ目は何かというと、トラスツズマブになります。じゃあこのトラスズマブってどこに働くかというと、トラスツズマブというのはここに働きます。ハーツーと言われるとこに働きますね。じゃこのハーツーって何って話なんですが、このハーツーというのは、これは受容体型のチロシンキナーデと言われてます。 受容体型ヒロシン。 な,ーぜとなってるんで、すねでこの受容体型チロシンキナーゼであるハーツこれがですね、働くと何が起こるかというと、細胞分裂が起こるよ、というふうに言われています。まあ、細胞分裂に関わってるよって感じですね。というふうに言われてるんだということです。じゃあ、このハーツに対してトラスズマブ働いたら何していくのかって話なんですが、このトラスズマブ、こんなものに使うことできます。ハーツ過剰発現が確認された乳がん、ハーツ過剰発現が確認された胃がんなんかに使うことできるよってことなんですね。まあ、胃がんとか乳がんで、ハーツが過剰 発現されてる場じゃありますでその時どんなことが起こるかというとこのハーツーというのは細胞分裂に関わってるんでこのハーツーが過剰発現している場合は細胞分裂が早く起こっちゃうんですね。それによって乳がんとか胃がんがわーっと進行してしまうってことがある。 じゃあ、この時に何使っていったらいいかというと、h ーツ2に対して作用していくトラスヌバブ。これを使うことによって、h ーツ2の作用が収まって、そして乳がんとか胃がんでの細胞分裂が収まっていくんですよということになります。なので、このトラスヌバブというのは、h ーツ2が過剰発現している乳がん。 とか、ハーツーが過剰発現している胃がん、それに働いていって、細胞分裂なんかを抑えていくんだとなりますんで、皆さん、トラスツズマブ、どこに働いていくのかってこと、これちゃんと抑えましょうね。まあ、h ー r に働いていくと。で、このハーツーで何してるのか、これをしっかり抑えて、どういう適応症を持ってるのか、どういった時に使うことできるのかってことをしっかり把握してください。これが、トラスツズマブに関する内容です。ハーセプチンって言われるお薬になりますね。 ハーセプチンと言われるですね、お薬になりますので、まあ、商品名も知っておくといいかなと思います。ハーセプチンですね、と言われるお薬になっているということになります。はい、ということで、これがトラスズマブ、ハーセプチンについてのお話ということになります。 はい。じゃあ、最後はバシリキシマブ見ていきましょう。じゃあ、バシリキシマブどこに働くのかって話なんですが、このバシリキシマブというのは、インターロイキン2受容体のアルファ差、CD25 ってとこに働いていきます。まあ、言うならば、インターロイキン2受容体ですね。そこに働いていくということです。それによってインターロイキン2の作用を抑えますよ。で、インターロイキン2の作用を抑えることによって、こうなりますね。T 細胞の活性化ですね。T 細胞の 活性化が起こりにくくなる。で、この T 細胞の活性化が起こりにくくなると、どうかというと、人移植後の拒絶反応の抑制。 こんなことを行うことできるよってことになりますんで、人力職後の急性巨大反応、これの抑制にバシリキシマブ使うんだってことになります。なのでバシリキシマブどこに働くのか、そしてどんな時に使うことできるのかってこと、これをしっかり把握しておいてください。ってことで、今回ね、分子標的薬モノクローナル抗体5つ見ていったんですが、今回答えはですね、1、3ということだったんだけど、他のね、薄着手ヌマブとか、トランスヌマブとか、バシリキシマブどんなものなのか、これもね、知っておいてほしいということで、ざっとね、まとめましたんで、皆さん、モノクローナル抗体 これをしっかり押さえて国家試験に臨んでください。で分子標的薬ね押さえる時にはどこを標的としてるかこれちゃんと押さえることとあとは何に使うことができるかこれをしっかり押さえてそしてですね国家試験の問題に対応できるようになりましょう。ということでこれが何かというとこれが分子標的薬5つについてのお話となってます。モノクロナル抗体5つに関する内容となってますんでこれらしっかり把握して国家試験に臨んでください。それではまた。最後まで動画見ていただいてありがとうございます。今回の動画いかがでしたか よかったなと思う人に関しては高評価ボタンを、もしくは何か気になる点あるんでしたらコメント欄からコメントください。今後もですね、医薬品情報といろんな情報を上げていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。